これちょっと韓国の米軍駐留費5倍を免れたという話ですね、はい、これです、はい、見えますか皆さん、トランプが5倍にするという話を言ってたんだけど、はい、これ去年のなんかニュースに隠れてて、はい、あまり日本では話題になってないんですが、うん、韓国の、米軍駐留費、これ韓国はふっかけられてて、これまで払ってお前らがその思いやり予算ですから、はい、したっけあれを、5倍にするというふうにふっかけられてましたね、韓国はただ乗りしてるからだって言ってたよね、はいはい、ね、はい、ところが、これ朝鮮日報を元にした、ブルームバーグの記事なんですけど、なんか日本であんまり話題になりませんけど、はい、5倍の50億ドルにするって言った話がですね撤回して、要するにまあトランプ政権側が折れたという形になって、駐留費韓国が次年度払うものは 10% から 20% プラス韓国がホルムズ海峡に船を出すということで、これで手打ちになった。だからホルムズ海峡で手打ちになった。だから日本のパターンを真似したと。はい、まあ、そっちの方は、はい、ホルムズ海峡の方は日本のパターンを真似してるんですけど、うん、基本的にはそんなに払わなくても、増えて1割2割ぐらいで収まったという記事です、はいはい、うん、これ非常に、日本ではほとんど話題になりませんでしたけど、うん、とんでもなく僕は朗報だと思ってます、はい、なるほど。っていうのはですね、これ韓国側がそういうふうに手打ちをして日本にも4倍ふっかけてたって話ありますけど、日本側の交渉担当者はこれを聞いて、うん、あ、韓国結局 10% 20% と、うちらもちょっとは上乗せし色つけますけど、はい、基本的には韓国もそうだったんで我々もご勘弁いただけませんかと、一応ホルムズ海峡行くことになったし、ね、もう先に 手を挙げたのは日本側ですから、うん、そういう意味では日本はすごい交渉はやりやすくなって、あと米韓関係がこれまとまったわけだから、はい、そうですね、日本にとってはプラスですよ。いや全然プラスですこれ、うん、はいはいはい、はい、で、同時にこれ見えてきたのは、うん、トランプのやり方やっぱりちょろいとは言わないですけど、ふっかけるだけだったなっていうふうにトランプは自分のことを舐められちゃう状況を自分で作ったんじゃないかと、うん、いうことなんですよ。皆さんもトランプはディールがうまいっていう、信じてる方いらっしゃるかもしれないですけど、5倍って言っときながら結局は 10% 20% じゃないですか、はい、収まってるわけじゃないですか、はい、ふっかけるはふっかけるけど、そのトランプって実はなんか結構引くなっていうとか分かっちゃってっていう意味では、うん、日本側の担当者も舐めちゃいけないですけど、うん、意外にこれってなんか悪くねえなっていうか、もう日本なんとか切り抜けられるじゃんっていうところ、脅しはしたけどねっていう話ですよね、うん、はいはい、だからなので意外と大したことなく、日本、特に防衛省側はなんか安心してこうできるんじゃないか、確かに、ね、そういう意味では非常に、はい、うん、いいんじゃないかなと、はい、思いましたよ、うん、ただ日本側にこうふっかけてきたのはいいんですけど、うん、これトランプってやっぱりそういう意味ではそういうふっかけを先にやってくるじゃないですか、うん、はい、そうするとですね、そのふっかけられて結局10% 増えましたけど、そのふっかけられた側としてはやっぱすごく心象が悪いというか、はい、いうイメージ、悪いイメージは残りますから、はい、長期的にはあんまりいい関係にはなさそう、外交の仕方じゃないなじゃないなっていうのは僕は本当思うんですよね、うん、はい、ビジネスとしてはいいのかもしれないですけどって話です、うん、はい、はい、ということですね、ということですよね、はい、戦略系のことをちゃんと勉強したいなというふうな人のために番組やってるんですけれども、はい、CD 授業としてね CD をやってまして、はい、それは戦略の階層から入って、はい、戦略の勉強をしていただけたらと思ってますけれども、はい、ぜひここからスタートしてですね、未来予測と戦略 CD とかになってますんで、ぜひ、そしてリアリスト入門、それからルトワックの一発逆転の非常識な成功法則、戦略三部作のクラウゼビッツ戦争論、そちらもね、これも、はい、日本では誤読されておりますので、はい、で地政学、これは日本にはないです、はい、はい、それから、うん、孫子の兵法、これもちょっと、はい、やや日本のは誤読されてる、はい、ということで、はい、ちゃんと解説をしているのがありますので、はい、ぜひ聞いていただけたらと思っております、はい。